では、サックスの演奏に入らせていただきます。千里ポカイさん、よろしかったらお三方どうぞ。千里ポカイさんはもう第1回目からね、出場いただいてるんですけど、私が紹介するよりもご自分で紹介していただいた方がよろしいかな。すいません、出番ですよ。急いでください。一度、レイです。皆さん、こんにちは。大変暑い日が続いてますけど、最後まで私ら、頑張りたいと思いますので、またよろしくお願いします。我々サックスが好きで、週1回ここの小見線路の音楽室を借りして、練習して自分の好きな曲を吹いたり、おしゃべりをしたり、人生の最後を頑張ろうと、やっております仲間です。見ての通りの、間違いなく後期高齢者熟々の老年の2人の中になぜか今年から新しく女性が加わっていただきまして、まだ熟年というにはちょっと若いんで言えないんですが、3人になりました。メンバー紹介、私78歳、もう少しまだちょっと80は時間ある、小池です。よろしくお願いします。そして77歳堀井です。それで、最後に、歳の岩崎さんです。よろしくお願いします。我々さんに1曲ずつ自分の好きな曲をやらせていただきまして、その後にコラボタイムというところでまた一人一曲ずつサックスを吹かせていただきます。大変年配のものが吹くサックスですから聞きづらいと思いますが、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それでは一番バッターです、岩崎さんが、日テレの土曜日の多分6時からですかね、アニメで名探偵コナン、真実は一つというのが決め台詞だそうです。名探偵コナンのテーマです。お聞きください。お願いいたします。
もありがとうございました。なんかサックスもなんか随分上がっちゃってたみたいで、2曲目です。私テナーサックスで、1955年のアメリカの映画ですので、当然まだ皆さんお生まれになる前のはるか彼方の映画ですので知らない方が多いと思いますが、お嬢という曲です。大変難しい曲を選んでしまったので最後までいけるかどうか頑張ります。よろしくお願いします。
とうございました、私たちは1回目から参加しておりますので、また次の回も参加するつもりで予定しております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、はい、先日ポカイさん、どうもありがとうございました。また次回も参加お願いいたします。